今日はダニエルの断食6日目です。神様が皆さんを祝福するように、今日のテーマ、聖霊によるバプテスマとは何ですか。聖書の使徒言行録1の8節には、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。そしてマルコによる福音書1章8節には、私は水であなたたちにバプテスマを授けたが、その方は聖霊でバプテスマをお授けになると。では簡単に説明すると、聖霊によるバプテスマは、私たちの中に神様を証しする力が与えられるようになります。なので、悩んでいる人、苦しんでいる方、自分の人生が変わりたいという人々に、神様の言葉である福音を述べ伝える力を授けられます。でもどのように私は話すことが苦手です。私は話し方がわかりません。心配しないでください。聖霊様はあなたに言葉を与えると、また御言葉には書かれています。ただ使われるものになってください。そしてどのような問題が来ようとも、どのような苦痛が来ようとも、苦しみが来ようとも、あなたの内側にいる聖霊様はあなたを日々強めます。あなたにある状況は、神様はすべて平和を与え、喜びを与え、愛を与えることができるようになります。ではこの21日間、私たちは全力をかけて、命をかけて、祭壇に自分を委ねてください。神様があなたを重んじるように。